はい、速稼塾の久保です。 FX についてのお問い合わせを今日もいただきましてありがとうございます。いつも動画配信ありがとうございます。6月も FX を中心に取り組んでおりますが、先月から取り組んでいるやり方を継続しているところ、10日で17回のトレードのうち14回プラスで推移しておりますので、今のところ収支もプラスとなっております。いやー、素晴らしいですね。いつも久保塾長の分かりやすい動画解説本当にありがとうございます。いや、少しでもお役に立てているんでしたらね、これからも分かりやすい解説に努めようかと思います。私なりに1年経過後、気持ちを新たに今までの反省も含め取り組んでおりますが、少し初心者でも負けにくく使える手法ではないかと感じております。嬉しいですね、そういうふうな感想を持っていただくと。そこで自分の理解を深めるために4月25日、の動画ですかね、撮っておりますので、よろしければ久保塾長に見ていただき、その FX の内容自体の改善点、動画内容の改善点をご教示いただけないでしょうか。要するに4月25日の相場解説を自分なりにしてみたと、でそれについての添削をということですね。はい、全然 OK ですよ、どんどん送ってください。まあこういうふうにね、ご自身で立てられた仮説ですとか解説ですとかね、いろんな見方を本当にね、画像とかね、文章とか動画で送っていただけると、私も私なりのね、分析をしやすいんで助かります。で、私でわからないところはすいません、お答えできませんので、私もね、十分理解してるわけではないんで、ここはいつも私はこういうふうな見方をしているよってところはね、十分お伝えできますけども、そうではない私の未知の分野につきましては、ここは私ではわかりませんって答え方させていただきますんで、その場合はね、やっぱり仲間トレーダーなどに聞いていただくといいかなと思います。それではまたメッセージをお待ちしております。どんな大きなファイルでもどんとこいでございます。それでは失礼します。